本ちゃん、おはよう。ちゃんくん、おはよう。あんずちゃん、おはよう。かおりん、おはよう。お尻しか見えないよ。外なんかいる？見えてる？はい、今日もいい朝です。はい、結構疲れるよ。背中は OK になったかな？また気分で変わるかな？久しぶりに新宿に来ましたが、都庁から
西新宿に向かう地下通路が少し不気味です人いないし人があまりいなくてですね、豪華な通路だけが残っているのは、なんか何かがあった後の猿が世界を牛耳っている時のような、そんな感じです。入院している方の、お見舞いに来たところですね。猫ちゃんが1週間ほど家にいるということで、これからレスキュー隊に向かいます。暗くならないうちに行きたいと思います。とてつもない急坂がありました。多分傾斜10度近いかな、8度とか10度かな、ね、ここがトイレなんです。すいません、そのまま通ります。ここからはどうも、あ、猫のケージがキャリーがある、ここに、あ、こっち電気つかないね。明るい時間に来なきゃダメだったね。ちょっとじゃあ上だけ、ちょっと味を、はい、ニャンコいた、こんにちは、何ちゃんだっけ、どっちがどっちかわかんないけど、ももちんとももちん、ももちんおいで、キャットミックス、キャラットキャラット、やっぱりゴミ屋敷だからゴミがいっぱいあってわかる、あ、こっから出入りするんだ、あ、そういうことだね、うん、靴で乗っていいのかな、ちょっとじゃあさ、うん、まずはご飯だけをあげましょうか、そうだね、マグロ的なこれは、白黒っぽい子は確認したんだけど、多分もう隠れてるんだよね、そうだね、ごめんね、一人でいるはずだね、そうだよね、兄弟だって言うからね、早急に大掃除は必要です。そうですね、はい、これはね、参加者を募るときに勇気を試されることになるので、ただね、はい、あのテレビを見ているやつと、そうだね、あ、初めて見たって感じかな、うん、あ、ここに履き戻したのがある、あ、そう、うん、ちょっとじゃあ、どうしよう、ね、これ食べられるかな、ちょっと深いけど、うん、今日の顛末をお話しするとですね、もう1週間ほど入院中に、放置になっていたんですが、元気そうにしていました。で、今は多分物陰に隠れていますが、1匹だけは確認しているんですけれども、多分兄弟だということで、一緒に隠れているんでしょう。そして、このご飯をですね置いて、今日は帰ります。そして、2,3 日後にまたここには来てみましょう、うん、で、部屋の状況がですね、みんなで片付けようのレベルはだいぶ超えています。なので一度有志を募ってゴミ屋敷、掃除隊まず一編成組まないといけないかな、もしくは2人で少しやりますか。トラックっていうのを
ってゴミ、このゴミをさ、そうなんだよね、どうやってまずはゴミ屋さんに、うん、来てもらうか、うん、ゴミの日にこれ出したら怒られるよね、ゴミの日に出せそうなやつ、うん、まずは少しずつだね、うん、まあそれはこれから考えるとして、とにかく、にゃんこの命だけは、確保しました。あそこに綺麗そうな器があるのね、うん、なんかどんぶりみたいな、うん、あれ水入れる、水入れたいんだけど、このような状態です。大変な部屋だったためですね、あと猫も出入りしているので、家に帰って、何か飲みやダニが移らないように、処理をしてから部屋に入ると今相談中です。はい、ただいま入りました。今日の出来事をちょっとまとめるとですね、なんだっけ、ゴミ屋敷です ある方がですね、入院しましたのでお見舞いに行ったところですね、猫さんがもう1週間ぐらい、家にいると、まあ、閉じこもってるんではなくて外に出入りしている猫で、ということなんですが、それは大変だということで、黒犬とマオイが2人でですね、様子を見にご飯をあげにですね行ってきました。そしたところですね、そのご家庭はゴミ屋敷でした。そして、いろんな話の中で、そこのスペースを使ってですね、アスタマニャーニャの、オフ会ならぬ、音会ですね、いわゆる、生放送しながら、複数人数で語り合うみたいなことをできたらいいねみたいなことを言っておりましたが、その前に、お掃除企画やろうよみたいになっております。ただ、規模がですねちょっと予想より上回っておりました。さあこれからどうするんでしょうというところでですね、家に帰ってすぐですね、洋服を全部脱いでですね、黒犬がまずシャワーに浴び、それを玄関先でマオイが待ち、その後今、マオイはシャワーを浴びています。これは、猫ののみと、ダニを、持ち込まないこと、それからまあ、おそらくそんなことはないだろうと思いますが、悪い病気みたいなものが、カオリンちゃんとか、アンズちゃん、そしてジャンポンに、及ばないようにするために、今クロケンはシャワーを浴び終えました。さあこの先の展開はいかにということです。あーすごい子だね、かおりんちゃん。お腹空いてただけとも言う、うん、ちょっと今日遅くなっちゃったからごめんね、かおりん。今日大変だったんだよ、かおちゃん。ゆりかさん、そこのにゃんこちゃんも食べてるといいね。ねえ、かおりん。いい子だね。すごい勢いで食べてる。うん、めっちゃお腹空いてたね。はい、アンズさん。うん、はいはい。アンズちゃん、なぜ刺してくれんの？あ、でも、もう、まあ、おじさんの方行っちゃう。いたで、いたで。ご飯もらっといて。ご飯ね、頭に取ります。面白いです。アンズちゃん面白いね。よしよしです。アンズちゃんいい子ね。
はい、じゃんじゃん。嬉しいね。嬉しいね。いいね。めっちゃ美味しいね。はい、ジャン君。ジャン君は、どこ取れた？よく見えてなかった、ごめんね。本当でふきふきしとくね。おいしい、さあ、いいか、おりんちゃん。食べたでしょ、今ね。あ、いいかね。おいしい、おいしい。ジャン君はおいしいね。